1983年パリで初演されたドリーヴ作曲ラクメ、三幕構成約2時間40分。舞台は19世紀後半イギリス統治下のインド。主人公ラクメがいる聖域に入ってしまったジェラルド、婚約者がいるにもかかわらずラクメに心惹かれ、ラクメもジェラルドに心のときめきを覚えます。聖域に入ったことがバレてジェラルドがラクメの父に刺されてしまいます。ラクメの懸命の介護で一命を取り留めたものの、ジェラルドは軍人としての任務を思い出し軍に戻ることを決意します。それを悟ったラクメは毒の花を口にしてしまいます。再び父が現れジェラルドを殺そうとしますが、ラクメは自分を犠牲にしてジェラルドを救うように願って死んでいきます。一幕でラクメと次女が歌う二重唱が花の二重唱。実際は下のパートはメゾソプラノなのですが、ソプラノの二重唱で歌いました。お聴きください。